シャウムブルクリッペ公使アドルフアドルフビルヘルム・ビクトルツー・シャウムブルクリッペは、ドイツのシャウムブルクリッペ家の公使で、プロイセンの軍人、騎兵大将。リッペ広告殺政、ドイツ皇帝ビルヘルム2世の義弟。シャウムブルクリッペ公アドルフ1世とその妻で、バルイコール・ピルモント公ゲオルク2世の娘である、ヘルミーネの間の4、男として生まれた。 1890年、母方の親族である、ビートコーミ傍人、マリーの屋敷を訪問した際、ドイツ皇帝フリードリヒ3世の次女のプロイセン王女、ビクトリアと知り合い、同年11月19日に、ベルリンで、ビクトリア王女と結婚した。長期間の新婚旅行で諸外国を遊覧した後、夫妻は、ボンにある、シャウムブルク宮殿を住まいとした。 ビクトリアが一度だけ流産した以外、アドルフとビクトリアの間に子供はできなかった。1890年代に入ると、リッペデトモルト家の治める、リッペ公国では、当主のボルデマールにも、精神を病んだその弟アレクサンダーにも子供がなく、ボルデマールは、後継者選定問題に頭を悩ませていた。 継承研修医のリッペ・ビースター・フェルト家の当主、エルンストを個人的に嫌っていたボルデマールは、賠償化されていない統治者の家系から後継者を選ぶべきとの考えもあって、遺言によって皇帝ビルヘルム2世の議定にあたるアドルフを、広国の継承者に指名し、リッペ行為継承問題を引き起こした。こうして、 リッペ公国の相続人の地位をめぐり、リッペデ・ドモルト家の三つの分家である、シャウムブルク・リッペ家、リッペ・ビースターフェルト家及び、リッペ・バイセンフェルト家の間で論争が展開された。議定に肩入れしようと、皇帝ビルヘルム2世が、リッペ家のお家騒動に介入したため、この問題は、国際的な注目を集めた。1895年、アドルフとリッペ公国議会の間で、 取り決めがなされた。その内容は、アドルフは、立兵行為継承問題に関する仲裁委員会の決定に従うこと、それを条件に、広告議会はアドルフが、仲裁委員会の決定まで、摂政の地位にあることを承認すること、であった。1897年6月22日、ザクセンをアルベルトを委員長とする仲裁委員会は、 リッペ公国の継承者にリッペビスターフェルト博、エルンストを指名した。アドルフは1892年より、ボンチュートンのプロイセン王国軍第7、表記兵連隊の連隊長であった。またビュッケブルクチュートンのベストファーレン第7、狙撃兵大隊の名誉的な大隊長でもあった。ありがとうございます。